皆さんこんにちは。レクリエーション介護士の大園です。介護スタッフの皆さん、レクの準備って大変じゃありませんか？ネタを考えたり、当日の進行だったり、そんな時のために介護レク動画を用意しました。もちろん在宅で介護をしている方も、自宅で流せばそのまま介護予防動画として使うことができます。皆さんの負担を少しでも軽減できれば幸いです。それでは早速本編に移りましょう。どうぞ。今回はひらがな並び替え問題です。ひらがなを並び替えて単語を作りましょう。まずは5文字の問題です。全部で5問、制限時間は30秒です。第1問目、文字を並び替えて単語を作りましょう。ヒント、桃太郎に出てくる和菓子といえば。答えはきびだんごでした。岡山県の名産として知られています。第2問目、文字を並び替えて単語を作りましょう。ヒントはココナッツから作られた寒天のような見た目。答えはナタデココでした。一時期はブームとなり、デザートによく入れられていましたね。第3問目、文字を並び替えて単語を作りましょう。ヒントは嫌な予感や不安でドキドキすること。答えは胸騒ぎでした。嫌な予感ほど当たってしまうものですよね。第4問目、文字を並び替えて単語を作りましょう。ヒントはこれを履くと背が高く見えます。答えはハイヒールでした。ハイヒールといってもピンヒールなどいろんな種類があるそうですね。第5問目、文字を並び替えて単語を作りましょう。ヒント、緑色の宝石といえば。答えはエメラルドでした。
メラルドは5月の誕生石。宝石の意味は幸福や幸運を意味します。前半終了です。5文字の問題はここまで。次はレベルアップします。後半は6文字の問題です。全部で5問、制限時間は30秒です。第1問目、文字を並び替えて単語を作りましょう。ヒントは寒天や小豆が使われる和菓子です。答えは水羊羹でした。ウイローとも似ていますが、こちらは米粉や小麦粉が材料として使われています。第2問目、文字を並び替えて単語を作りましょう。ヒントは道路に設置されているものです。答えはガードレールでした。ガードレールは4メートルで約12万円だそうですが、結局工事費用の方が高いそうです。第3問目、文字を並び替えて単語を作りましょう。遠くに文章を伝えるときに使われる鳥です。答えは伝書鳩でした。帰巣本能により 1000 キロ離れたところからも戻ってこれるそうです。第4問目、文字を並び替えて単語を作りましょう。ヒント、歌い出しが菜の花畑で始まる春の唱歌です。答えはおぼろ月夜でした。おぼろという言葉にはぼんやりとして霞んでいる様子という意味が含まれているそうです。第5問目、これが最後の問題です。ヒントは水中でも進める軍艦です。答えは潜水艦でした。艦内での生活はとても大変だと思いますが、1日ぐらいだったら経験してみたいかもしれません。全問終了です。皆様お疲れ様でした。一度リラックスして体を伸ばしましょう。
大事なのは正解数ではなく脳を働かせることです。同じ問題でも構いません。いろんな問題に挑戦して脳を活性化させましょう。それではまた別の問題でお会いしましょう。